あ、投げてる投げてる。部屋の窓から道路に何かばらまいています。マンションの窓からまかれる大量の餌。マンション前、鳩だらけです。あ、今見ただけでもかなりの数いますね。餌を求めて一面鳩の大群が。車が通行できません。鳩に妨げられています。餌をやる男性と近隣住民が一触即発の事態に。男性を直撃すると、迷惑言わはるけども、範疇超えてるのどうも、それも個人の自由でしょ。大迷惑。住宅街に鳩大群。窓から餌投下。個人の自由。今週火曜日、大阪市内、住人が案内してくれたのは、いつも決まった時間に餌をあげる人がいて、大体建物の最上階の方だと思われるんですけど、4階建てのマンションをめがけて次々と集結する鳩。大群が屋根を埋め尽くす。大量の鳩が集まってきました。何かを待ってるのでしょうか。屋上の方で整列している鳩いますね。その数は優に100羽を超える。糞が落ちてくるんですね。はい、落ちてきますから。はい、あ、1回かけられましたけど、はい、それは臭いですやんか、そこ通ったら。僕は取らんようにはしてますけどね。餌をやる人物はいつも決まった時間に餌をまくという。すると、あ、投げてる投げてる。部屋の窓から道路に何かばらまいています。4階の窓から手を伸ばし、次々とばらまかれていたのは、あ、米ですね。米が落ちています。数回まくと、今度は反対側の窓からも。餌をまく回数を数えると、20回以上投げています。2分間にわたり20回以上続けられた4階からの餌のばらまき。周辺には鳩の餌やり禁止と書かれた看板もあるが、近隣住民によると、数年前からほぼ毎日餌やりが行われているという。我々はマンションから出てきた餌をやる人物を直撃した。テレビ朝日なんですけれども、近隣の住民の方から鳩の餌やりで被害を受けてるっていう報告が。被害どこで受けてます？もう住民の方から。いや、それ確認しました。あ、確認しました。関係ないじゃん、自分のところに敷地やから。はい、どこに餌落とそうか、どっから餌落とそうか、個人のプララに問題やすいのが。どうして餌やりをされてるんですか、そもそもなんですが。そもそも、コーラもその理由はないんですけどね。餌を落としていた男性はこのマンションを所有しているといい、自分の敷地に餌をまいているだけで違法行為は一切していないと主張する。大阪市の条例では餌やり後に清掃するよう義務付けられているが、掃除をした後まだ数分ですが、鳩の糞で汚れています。地面には羽が落ちています。男性に清掃しきれていないのではないかと聞くと、あちらをもう掃除しない日もあったんですね。今まあないわ。今日もこれからの雨やったら、はい、あと残るから、それは知ってます。はい、大雨の時はしませんよ当然ね。ホースを閉まって
中に戻られて、うん、その後に確認したら、うん、ついてたんですね。ついてるところはそれ量産ついてなかったら、たまたま時間なくて向こう やめることもありますわ。それは餌やりの範疇をもう範疇超えてるのどうも、それも個人の自由でしょ。法律上禁止されてない行為で人が迷惑がいう行為いくらでもありますわ。車の運転でも、それからその犬の散歩でも迷惑が思う人いてませんが、だからといって人が迷惑が言う迷惑が不愉快いうことですね。不愉快を与えることは一切したらいかんのかって、それ社会に成り立てませんよ。自らの言い分を主張し続ける男性。我々が直撃した同じ日、現場付近に一台の自転車が。自転車でやってきたのは近くの住民。餌をやる男性を見つけると、餌やり行為に収まらない怒り。何度注意してもやめないため、思わず声を荒らげてしまったという。あんなにみんな鳩で近隣住民からは他にも被害を訴える声が。うちももう羽が飛んできて、玄関も塞ぐような状態で非常に迷惑してます。まあ、子供は、まあ、糞がすごい汚いし羽がいっぱい落ちてて気持ち悪いということはよく言ってます。ちっちゃい子供もたくさん通るので本当にやめてもらいたいと思ってます。近くに住む人のベランダを見せてもらうと、鳩よけがずらり。自腹で3万円をかけたというが、この日も新たな糞を落とされている。別の住民は、鳩の羽毛だとかが結構散らばっていたりとかするので、最近はあまり外に干さないように、干しても昼の数時間にさっと干す程度で、すごい気がめいてますね。近隣住民が糞の被害に悩んでいることについて男性は、バルゴリなんか泊まるはずないんですよ。向こうでどこ泊まってますか、どうかバルゴリに。洗濯もいっぱい干してませんが。近くのマンションでアンケートを取ったところ、60世帯のうち8割以上が鳩の被害ありと回答。糞の清掃費用として年間20万円以上が管理費から支出されている。他の人に迷惑をかけてるっていう思いってのは、餌にしろ何にしろ嫌いな人は何度も文句言うんですよ、はい、それはね。でこれも昔からずっと平行線ですわ、はい、で迷惑言い張るけれども、最近しましたように人それものの考え方見方違うんですよ。アンケートやったらそんなもん何も書けませんから、あのそれそうやったら、うん、あの嘘は書かないと。いやいや書けます、書けます、何もでも。嘘書けますか。書けます、書けます、そんなの。被害を受けていないの。うん、書けますわ、何もでも。それ酔ったら集まったら、あたりを縦横無尽に空を舞う鳩。何かを待ってるのでしょうか、屋上の方で整列している鳩いますね。あ、危ないですね。あ、車が通行できません。鳩に妨げられています。男性は窓から米をまくだけでなく、駐車場でも餌を与えている。今餌を撒きましたね。餌のようなものを地面に撒きました。たくさんの鳩が撒かれた餌を食べています。近隣住民は、大量に撒いた餌の分だけ糞の被害につながっていると訴えるが、男性は、これは私の分のいい分やけども、はい、私がやった餌の糞ではないですよ、これはね。時間的に言うてね、あちこちでそんなも餌食べてますよ。そんな鳩は病院の横の公園でもやってはるし、いろんなところで餌やってはりますし、餌もらわんでもいろいろ食べますわ。木の芽でも食べるし。男性によると、
現場近くで鳩が落とした糞は男性が餌をやる前に別の場所で食べたものだというのだ。今後もこの日常ってのは変わらないですかね。わかりません。それは私の認識では そんな大した被害じゃないと思うから、糞してたとしてもね。さらに男性は周辺に住む人の生活環境に著しい被害は与えていないことを強調する。これから掃除やけども、来てもうて著しい被害生じてますか。そことかも。そこだから著しい被害生じてますか。羽やとか、それから虫が湧くとか、はい、いうことですわ。それでその著しくですよ、それもね。あとに餌やって誰か死にますか、怪我しますか。そういうことやね。全然そういう問題の程度が違いますね。個人から問題やから、文化で裁判してきたよね、言うからね。してきた衛生文句言うんやったら、ほんまにその事実証明して裁判してたら持っていかなあかんわけやから、そんなにそのものすごい被害を与えてんのやったらやりませんから、ある程度のことはそれは我慢せなきゃしゃあないですよ。